こんにちは、シュウです。今回はパネラ使って闘技場3やっていこうかなと思います。リーダースキルが4秒固定バランス悪魔3倍4色以上軽減攻撃6倍で、これ P 上げでなんと50上げたんだよね。なんでスキルマです。はい、やっていきましょう。ただ風神とかね、吸収無効持ってる人あえて作る必要もないんじゃないかなって正直思う。で、これさっき裏闘技場やってたんだよ。なんだけど勝てなかったわ。でもパネラじゃきつい説がある。 OK、 これさっきツイッターでね募集したんだよね、一緒に行ってくれる人で、すごい上手い人入ってきてくれたんだよ。なんかすごい上から目線だな。すごい上手な方入ってきてくれたんだよね。なんだけどそれでも厳しかったんだよ。なんでパーティー的にちょっと無理なんじゃないかなっていうのが若干あるって、私組めないんで設置します。はい、で闇変えてくるのかな。うわマジかよお前、それはちょっとどうしよう。早送りしよう。オッケー、色はあるんだけど、組め、絶対組めねえだろこんなの。よいしょよいしょ、あった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 、うわ組めてる。うわ、うまっ、やばい、私うまい説があるな。いいね、よく組んだね今4秒で。これ多分4秒固定なかったらギリ裏闘技場負けるぐらいなんじゃないかな。ちょっとね僕には無理なんですよ。やべ、1,2,3、これ倒せるかな。なんで継承とかねゴリゴリ裏闘技場行くように設定したんだよ。どうしよう、このまま普通に行こうか。継承がね、あのシェリアスルーツに固定ダメ継承してる。じゃないとあのプレドラ戦多分貫通できないと思うんだよね、火力的に。そんながっつり火力出るってわけじゃないから。オッケー、激だね。いや難しいね、マジ難しい。なんかもうちょいね4秒固定な分ぶっ壊れてもいいのかなっていう感じがあったけど。おーすごい、見てパネラのとこにこの操作時間効きませんよマークついてる。いいんじゃない、悪くないね、全然悪くない。で濃姫すごい相性いいなと思ったんだよ、闇属性なんだけど、パーティーに光結構入れたいなと思って、濃姫ね光作んないから今回はちょっと遠慮させていただきました。ちょっと待ってねむずいんだよねこれマジで。光落としたい、 OK ナイス。いや正直勝てるかな。フェンリルにライナー継承なんでヘダー対策は一応してる。でリダフレでね吸収無効あるから吸収は対策してるけど、フレンドさんがスキルマじゃないんだよ。まあスキルマじゃないのが普通だと思う。今実装されて割とすぐだからね。いやでも倍率出たね一応。やべグダグダだな。 OK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 。いや最近神キラー欲しくて闘技場3たまに回るようになったんだよね、継承潜在のなんで神キラー来ねえかな次。やべえこれドラゴン、いや勝ちたいよね、ドラゴン戦まで行ければラッキーかなと思ったけど闘技場3だもんね、勝っておきたい。 OK いいね、順調、めちゃめちゃ順調。なんでこれもうちょい優しい編成あるかもしんない。本当にさっきも言ったけど裏闘技場行くようで特に何も変えてないんだよね。まあ強いて言えばあのライトニング継承したぐらいで。闇落としてるね、闇落として、オッケーナイス、いいね、うまい、やべ、調子いいぞ、勝てそう。いや、で、午後ね、イベント来るだろうね、イベント、情報、何来んだろう、進化だけなのかな、進化以外にコラボとなんか来るかもしんない、来るかもしんない、来る予想。いや、でも意外と私、使いこなせてる説があるよね。いや、でも、闘技場3、惜しくもなんともないんだよね、本当に、序盤中の序盤で負けて、結構パーティー的にパネラで勝ってる人いたらすごいなと思う。闘技場マルチでもソロでも勝てないんじゃない。はい、 OK、 そんなに4秒固定を問題なくいってる。順調で、パネラワンパンしたいよね。でもワンパンアーメンぐらいしかできないのかな。ちょっとパネラみたいなワンパン動画みたいの撮りたいな。 OK で火外すか。雨でね、コンテ何回もしてボスまで行くみたいな。それすればもしかしたらワンパン可能なのかもしれないけど、コンテしたくないな。でもそれぐらいしか私なんか、クリアできる、あれが未来がない。OK、シェリアスルーツに、シェリアスルーツじゃなくてライトニング溜まってる。なんかさ、裏闘技場なら弱っと思ったけど、闘技場3なら敵がそんなに硬くなくて強いんじゃない説が出てる。これが闘技場3マジックだね。OK、ナイス。で、次ライトニングの。1000万誰か出てるかな。7コンボ強化かね、キラーかどっちかに染めるかも悩んだんだよ。
で結果どっちも中途半端みたいな感じになった。うんうん、いいね。ここは整地しようか。整地、いやさっきのあのかぐや姫整地したら無視してたからね。 OK、 これ4秒パズルだと整地安定だと思う。組める人は組んだ方がいいと思うけど、そんな人ほとんどいないんじゃないかな。いいんじゃない ?OK だね。で、自分のパネラが残り1体。OK、完璧だ。ソティスまでに溜まる。やばい、裏闘技じゃった時、クソ弱かったけど、なんか今、強い錯覚起きてんな。アイゼンだな、アイゼン。ブリーチコラボ来ないのかな?なんか舞台やるみたいなの前聞いたけど、あれ終わっちゃったのかな、舞台。これからあんのかな?これからならワンチャン。あ、ていうか、今日もしかしたら来るかもね、ブリーチコラボの詳細みたいな。来ないかな?ブリーチね、優秀なキャラ多いもんね。チャドとか。普通に銀玉だっけ、チャド。それでもね、優秀だもんね。チャドとか、あと、キツガヤトウシロウとか、グリムジョージャガージャックとか、やべえ、光組めてないと思ったけど落としてます。今狙い通りです、嘘です。うん、いいんじゃない?雨宮蓮が回復の2セットでどうのこうのだったんだよ。うん。で、ここ一旦回復呼ぼうか。回復呼んで、50% 軽減してくんだけど、その上から貫通狙いに行こう。やべ、変に倍率出た?やべ!オッケー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 。で、ここ回復2セット組んでいける?むずいよね。いやー、全然見えない。ちょっと適当でいきます。いや、いいね。回復2セットプラス、なんだっけ4色決まってる。で、多分いったと思う。オッケー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 。で、家具土以外でお願いします。ここパネラの見せどころかな。ここ別に今行ってもいいんだけど、次ビシュヌ出た場合パネラ溜まんないんだよね。なんで、フレンドさんのちょっとパネラ溜めるまでちょっとだけ耐久します。カット。よし、ここでいい感じに、フレンドのパネラが残り2ターンなんだよ。なんで使っちゃおうか。パネラ使います。パネラ確か消え落ちやすくなんだよね。うわー、ミスりそう。絶対ミスりたくないよ。で、追撃もね、運よく組みやすいんで、うわー、ミスりそう。ちょ、待ってね、考えます。いきます。組んで、組んで。やべ、ミスった。なんでもないっす。あぶねー、やべー。あー、こういうのあるからちょっとダメなんですよね。あぶねー。今やってなかったらもう、地獄だったね、地獄。で、ここも普通に行きます。お、落ちやすいの消えた。今までノーほぼノーミスできてたんだけど、ここに来てのミスはでかい。お、やべ、ミスった。割合飛んできいいので、パネラ軽減なんだね。なんかパールと耐久してて初めて分かった。なんで軽減生かしていこうかな。はい、オッケー、いいんじゃないでしょうか。若干ね、回復したかったけど。さあ、次何来るかだな。これライナー使っちゃおうか。今勝負はここで決める。いや、貯めといてよかったね。次リファイブのためにライナー使って、で、パネラ使います。うわ、やべ、さっきと同じ過ちを繰り返すのか。で、ここしっかり行きたいね。いや、ヘッポコンボしか見えないな。ルートは見えてんだけど、そんな大コンボができない。まあいいか、ヘッポコンボでいいんじゃない。いや、でもヘッポコンボじゃないで、結構いいコンボなんじゃないかな。いや、これは落としてほしい。いける。ナイス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 。さあ、順調に来てるよ。闇吸収で今ライナー張ってるから、多分ここで突破しても全然あの先生は耐えれる。うわー、お邪魔消せてました。いいよいいよ。お、しかも闇ちょうど欠損してたんだね。さあ、何でもいい。ベルゼブ以外で。いや、だからさ、なんで毒 80% もあんのに弾かないの。本当に。なんでですか?本当そういうとこあるよね。80% あるんだよ、こっち。で、ヘラドラなら積みます。でも、これでヘラドラ出たら若干しょうがないみたいなとこあるよね。なんだって、こっち吸収2枚入れてんだもん。うわ、欠損か!うわ、欠損か!マジか!いや、だからさ、なんで!なんで!